はい、こんにちは。今日なんちゃっけ。もうなんか日にちとか曜日とかよく分からなくなってるね。昨日が出荷日で火曜日、今日 17? ごめんなさい、ちょっと分かんないです曜日は分かってます。水曜日、昨日出荷しましたからね、私ね。ってことで、イベントが日曜日で14日バレンタインでしょ。で15月曜日、16火曜日、17、今日17だね。2016年2月の17日水曜日ですね。今日もよく晴れ当たりましたですね。雲一つないっていうのはこのことですね。まあ2月ね、あったかいあれですけども、ってことで、こんなくっちゃべってる暇はないですね。軽トラが壊れちゃいましたので、この箱番しかない状況ですね。これきれいにしなきゃいけないんですけども、しょうがないですよ、これね。これでもう野菜詰めて、まあもともと汚いんですけどね、どうせそうなりますってことで。さあ、今日何やってるかというと、朝一番でね、白菜をやっております。まあ忙しいですよ、もう完全なる農繁期でございましてね、うちはね。もう待ったなしでございます。よいしょ、よいしょ、よいしょ。この畑はね、B 畑。このように今ずっとこう見えているのが刃物のトンネルですね。2箇所目ですね。もう刃物のトンネルもね、何本やったっすかね。この辺にあるのが、こっち側がレタス類ですね、のトンネルですね。で今日は白菜の一発目ですね。ということで植えていくわけですが、こんな感じですね、白菜ね。まあ農業というのはね、特許というものはございませんでね、いろんなやり方がありまして、自分でもいろんなやり方開発して自分に一番適したやり方をやるということなので、特にね、有機農業の場合はね、本当に答えはないので、特にそれで参考にする人というのもなかなかいないんですよ。ですからまあ正直言ってあれですけど、10年以上やってきて、まあ自分で自分のやり方を開発するってことですよね。本当にその創意工夫、まあクリエイティブなんてなね、横文字を言うと大げさですけどもね、まさに有機農業の場合はね、その割合は多いわけですね。ですから逆に言うと、そういった才能がなければ、創意工夫がねない人は生き残っていけないと。っていうことでやってみますかね、とね。ほら、白菜ですね、和和菜ってやつですね。まあちょっとミニサイズのやつでね、ちょっとちっちゃいけど、まあもうこの際植えちゃう。よし、よし、こっちは朝一番からこっちが植えて、こっちが3列、こっちが4列とね、まあいろいろこう使う、この後トンネルを張ったりするんですけどもね、いろんなやり方がありましてね、詳しく今ここでは説明しませんが、よいしょ、手が冷て、よいしょね、どんどん、あっちが手が届かないんでね、こう帰りに向こう側で反対側は帰ってやるわけですけども、だいたい今こんな感じでね、だいたいこれで、今日植えるのが1000株ぐらいですね。今年はちょっとね、もうすでに今の時点でですね、もう仕事が遅れてましてね、昨年に比べてどれぐらい遅いんだろうっていうぐらいちょっと遅れておりますしね、これちょっとパス、頭痛いですよ、本当にね。相変わらずスタッフは募集しても来ませんしね、いいですよね。人気のあるね、僕の友人のね、仲間、有機農家仲間いますけど、なんか7、8人とかね、団体でやってたりね、僕より畑狭いのにかかわらずですよ。ムカつきますね。もうしょうがないんですよね。まあ僕の仲間みんな言ってますけどね、それは百姓農園さんのところには人集まらないよねってなぜでしょうね。それはまあ一人に私の頭がおかしいってことですね。まあそんなことはいいんですけど、よいしょ、膝が悪いよね、こうやってこう、いわゆる自衛隊いうところの歩幅前進ってやつですか。歩幅が、じゃあ腹ばいになってるわけじゃないよね。よいしょ、よい
しょ、専門的な話をすると、これ今僕がやってるのは、春の作付け、ね、白菜、春白菜の、黒マルチ、パオパオ、被膜パオパオ、密閉トンネル紐掛け、ってなことなんのかな、よくわからませんが、そんな名前はどうだっていいんですけどね、要はこれは葉坂駅のね、もう4月を狙って作ってるわけですね。我々雪の子にとってね、恐ろしいもの一つ葉坂駅ですね。から葉坂駅ね、特に4月の1日に、どれだけの野菜があるのかっていうね、畑に何品生鮮野菜がね、畑にありますかっていうことが如実にもう実力として出ます。ですからね、いろんな雪農家いると思うんですけども、4月の1日に葉坂駅それがどうしたっていうねことが堂々と言える農家さん、あなたはプロですってことですね。素晴らしいことだと思います。そこに行くまでに3年後ねじゃ無理ですからね。ってことで、よいしょ、よいしょ、あんなとこ行った。昨日もね、実はね、動画、昨日出荷日だったんでね、収穫の様子をね、初めての、昨日は初めて密閉トンネルのルッコラを出荷したんですけども、それを動画撮影したんですけどもね、なんと動画スイッチのボタンが押し忘れていたとね、押し忘れていたにもかかわらず10分ぐらいこうやってベラ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 ね、収穫しながらね話しててね、アホかって話なんですけども、よいしょ、今日は本当にいい天気でね、風がないっていうのはありがたいですよね。ああ仕事を忘れてしまったね。向こう側に、一番向こう側に白菜、こう来て、千鳥って分かるんですよ。こう来て、これとこれとの間にこうやって斜めにね、三角形になるように浮いてるわけです。これ千鳥って言うんですけども、よいしょ、よいしょ、よいしょ、農作業ってね、農業って一つは何が素晴らしいっていうのは、いわゆる瞑想なんですよね、農作業というのは。ね、特別にしゃがんでですよ、なんか専門的な瞑想をするっていう、もちろんいいことですけども、黙々とこうやるっていうね、自分の中に深く深く入ることができるんですよね。なので、一日中黙ってね、こうやって農作業やったり、草むしりしたりしていると、一日終わるとすっきりもしたりするんですよね。まあ大地がいろんな自分の中にあるものを、循環させて吸い取ってくれたり、あるいは下の方のね、大地のチャクラのところから、そんなこと言っちゃいけないな、まあいろんな形で肉体は浄化されるものなんですよ、一日畑やるとね。だからお百姓さんは長生きだったりもうするわけですが、みんな健康でしょ、田舎の人はね。体を動かしてることもありますけどね。よいしょ、よいしょ、ね、先日ね、直営カフェの百姓カフェで、イベントをやりましてね、ドキュメント上映とトークイベントという形でね、やらさせていただきましたですね。来ていただいた方は本当にありがとうございましたっていうことなんですけども、ね、雪農業の抱える問題、まあ農業もそうなんですけど、まあいろいろ多岐にわたってねございましてですね、そのことをね、まあ、正面から語るっていうのはね難しいんですよ、ね。一般の人はまずそういった問題が存在していることすらやっぱりねご存じないので、そういう話を正面から取り上げてちゃんと話すと大体暗くなるんですね、なかなか場が持たないのでね、毎回ですからそんな感じになっちゃうんですけどね、難しいところですね。人は楽しいところに集まるんですよね、農業が楽しいのかって言われればね、どうなんですか、やってる人楽しいと思ってるんですかね。僕は楽しいかというよりは楽しい、くはないですね。
ただ喜びがないかというとそういうわけはないですね。当然喜びがあるわけですけども、なんとかワントレー、これでだいたい100個ぐらいですね。こんなちんたらやってたらね、撮影しながら喋りながらやるとどうしても遅くなるね。今時刻は10時10分ね。いや疲れて膝がね痛いんでね、今日はまだ朝ね一番なんでデロンデロンですね。ってことで撮影はここまでにしましょうかね。ってことで、ね、このデロデロのこれで撮影の動画ボタン押しちゃうことあるなんで、ということで白菜を植えている百姓の園の一日でございました。それではまた。